で、その内閣情報調査室とこの秘密保護法についての関係する省庁が文書でやり取りをしてるんですけども、でこれで一番回数が多かったのが警察庁の28回で、その後に外務省17回、防衛省12回と続いてるわけです。で、そういう意味で今回やはり従来からの防衛外務プラスその警察がこういう法案を望んでると。で、そして先ほどから言われているように、国民の安全ではなくて国家の安全を守るために、これからはこれらのこの主要な3つの組織が日本の安全を守っていくんだと。で、特に対テロ戦争が始まってから軍事と治安の融合化という現象が起きてますけども、すなわち、軍隊の警察化と警察の軍隊化という現象ですが、その中でますますその警察の役割も大きくなってきた。で、それで具体的に言うと、自衛隊の情報保全隊や、あるいは警察の警備公安部門がますます肥大化して国民を監視して、で、あの人たちはあの人たちで自分たちが国家の安全を守ってるんだっていう強い意識があるわけですけども、で、そういう観点から、しかし自分たちの活動は国民には知らせない。で、愚かな国民に情報を流すよりは自分たちが情報を集めて活動した方が日本はうまくいくんだっていう発想から、今後の国家の運営を考えていこうという人たちがこの法案を準備してきたのではないかというふうに思ってます。で、そういう意味で、やはりそういう国家の安全、防衛、警察というような軍事と治安の組織がますます肥大化して、そういう人たちが中心に国家運営するような体制は、やはり憲法の観点から到底許すことにはできませんから、それで私もこの取り組みにかかっています。で、やはり80年代は野党や学生市民も立ち上がりましたけども、やはりあの時はマスコミの報道が本当に強く効いて、86年の衆参同一選挙で自民党は衆議院で300席を取ったわけですけども、国家秘密法案は制定できなかったわけです。で、そういう意味で今回少しマスコミの取り組みは弱いですけれども、ぜひ、今日参加されているメディア関係者は、すでに法案が出てきてから強い取り組みが行われてますけども、さらに取り組みを強めて、絶対この法案を通さないために報道活動を続けていただければと思っています。以上です。ありがとうございました。学者、専門家の立場からの問題点をいろいろ指摘していただきました。私自身はですね、やっぱりずっとこの間、いろんな形で関わってきてね、ますます本当にこんなことをね、この国がやっていいのかという思いを全く強くしています。一応我々の国のシステムは自由で民主的な国で、みんなそれは今統治をしている人たちもですね、そう言ってるわけですよね。だからこれだけですね、自由で民主的な国であるはずなのに、極端な秘密主義国家、あるいは僕は、東部新聞ね、競合を考えてくれていろいろ案を出したんですけど、私はあまりその時点でいい案が浮かばなかったんですけれども、まさに情報独裁国家だと思うんですね。秘密だけをね、役人が独占するだけじゃなくて、情報ですよ、秘密をはるかに超えた国民が本来知らなきゃいけないはずの情報そのものをですね、官僚がコントロールを決め、コントロールし、それでもしそれに差し障りがある事柄をすれば処罰をする、そういう仕組みですね。ですから、本当に単なる研究対象だけというよりですね、こんなことをしたら本当に我々の 形の上での民主主義自体もですね、本当に掘り崩されちゃってですね、北朝鮮を笑ってですね、とんでもない国だというふうに言っていられないよと、前の国もそうなってもなることだよというふうに、本当に心から叫びたくなるような気持ちでいます。80年代でね、秘密法との違いっていう議論も出てましたけれども、やっぱり管理の部分ですね、秘密の管理の部分までこう立ち入って、これは適正化制度という仕組みです。それからあとは国家秘密法で、
提起しようとしてできなかったその情報のこう漏洩だけじゃなくて取得ですよね、取得についても処罰をするっていう、これしかも取得罪の対象は職業的な取り扱いとうぬんとか記者どうとかそういう話じゃない、全ての人なんですね、保有している人の管理に害するような形で取得をすれば全ての人が、懲役10年の処罰に当たりそう。研究者もあるんですよ、研究者もあの役人とかそういう人たちとね、研究所をこういろいろ情報入手したりやり取りをすると当然あり得ることなので、それがその例えば教唆扇動に触れたりですね、あるいは場合によったら、取得罪に触れるということになっちゃったら本当に研究者の職分って成り立つのかという気がしますね。だからその意味でも、まあ、ジャーナリストの人たちもですね、記者が役人がねいいよっていうのは許すけども、それ以外はダメだっていうのは今回の法律の趣旨ですから、そしたら本当に自分たちで大事な情報をね格闘しながら取ってくるのっていうことが可能なのかと思うんですね。情報を提供してやるだけで あんたたちはそれがいいんだと、まあ、要するに役所の広報機関みたいなことになっていいのかっていう、そういう問いかけでもあると思うんで、ぜひ問いかけをしてしながらですね、この法律をこんな法律を作らせない方向で、頑張っていけたらと思います。それでせっかくこれだけの研究者の方々が来てますので、質問とこれは記者であれ他の市民の方々であれ何でも、結構ですので、自由に受け付けますので、何かあったら言ってください。経産省前テント広場の木村と申します。国旗国家法ができた時に強制しないということを約束していたにもかかわらず、現実にはものすごく強制されて、そしてたくさんの先生方が処罰を受けたりしています。で今回の法律もこれはまた特定秘密になっちゃうので、ますますこれは見えない形で今付帯条件とかいろんな条件ついたとしても非常に危険だと思うんですね。でそこのところこんな条件が出ても絶対ダメだよっていう、その辺のことをちょっとお話しいただければありがたいと思うんですが、答え自由なのでどうぞ。一応この声明の中でいわゆる配慮規定ですね、こういう条件、これが、まあ、唯一の条件ですね、法案の中で出されている条件なんですが、これではそのまさにダメで、単にこれは配慮義務であって、で不当な手段で、アクセスするのはダメだということですが、それの例として西山事件がその不当な手段ということがある。まあ、この点は実はマスコミの関係者の方に聞きたいんですが、西山事件についての検証をされたかということなんです。本当に不当なのか。そもそも沖縄秘密の関係自体で、現在、まあ、暴露されてきてるわけですけども、沖縄返還に関しての秘密文書が出されるという現在の状況からすると、あれ自体、まあ、おそらく防衛秘密、現在でいや特定この法案条例や防衛秘密あるいは外交秘密に当たるという形にされるんでしょうけど、それいいのかという問題です。当時からあれを秘密にすること自体が問題だったじゃないかということになる。でその問題だっていうのは秘密文書が明らかにされたことによって分かったわけですね。 明瞭に分かった。それまではその裁判の中でも明らかに ならなかったわけですよね。だからそういう意味でこの法案ができた場合に、まあ、そもそもあれがそのああいう形で、まあ、情報通じ云々というのを何を不当と言ってるのかよく分からないんですけども、
これは不当な場合に当たるんだって言ってるのがどういう趣旨かっていうのが問題なんだけども、まあ情を通じてやったっていうことですから、この情を通じもまあいろいろその後のいろいろな形で出てるけども、必ずしもそうではないという形になってて、まあ有罪判決になるような事件がダメだったら、とは起訴すりゃいいって話になってしまう。で裁判所は都市空権の中で当該指定したんだから秘密だということになってしまうのが今まで の秘密、その秘密に関する裁判だったの。でそれが変わっているかというと変わっていない。何らの歯止めもないわけですよ。だからそれをチェックするという期間もなければ、先ほど山下さんが言いましたけども、チェックする特定秘密の指定についてきちっとしたものをチェックするものがない、何もない中で、しかも法廷に出された時に、じゃあその文書が出てくるかというと、捜査機関の文書もやはりこれは捜査上の秘密ということで出さない、たとえ裁判所から命令があっても出さないという形はおそらく変わらないだろうということになると、何もわからない中で裁判やるというと、まあ、起訴されたらおしまいという形なんですね。だからこの法案の中で少なくとも、まあ、知る権利を保障している云々というその配慮規定、これではいかんともしがたい。今のでいいですか。じゃあその僕じゃあ一点だけちょっと付け加えておきます。じゃあね、今入る規定ですけども、免除の規定ね、報道機関とかメディア免除しますよ、処罰しませんよ、処罰、今回も処罰もしないと書いてないんですけど、じゃあ万が一そういう規定があったらいいんですかっていうのが究極の質問だと思います。だけど私はそれでもダメだ。なぜかって言ったら、取材するって言ったって情報出さないんですか。何を取材するんだという話ですよね。どうでもいい情報は提供してね、取材してくださいよ。そういう話だ。だから要するに根源にあるところはね、要するにその秘密を、行政機関の庁が一存でもって、広範囲の、対象から秘密に要するという、そういう構造がこの法律の一番の核心なわけですよね。でここの核心が変わらない限り、取材の自由認めます、知る権利認めます、メディアも免責しますなんていくら言ったって、私これ私個人的な意見ですけども、本質的な解決には全くなるので、そういうふうに。はい、次です。すいません、東京新聞の金杉と申します。質問3つしたいんですけども、まずこれだけ のたくさんの方の学者研究者の方が署名されて声明を出されたわけですけども、これまでに憲法やその刑事法の方々が、これだけの多くの方々が署名して、声明反対の声明を出すということが事例としてあったのかどうかというのがまず一つご質問です。それから二つ目が罪刑法定主義について、この刑事法の声明の中でも書きになられてますけども、改めてなぜ罪刑法定主義に違反するのかということ、あるいはこれまでの防衛秘密とかですね、自衛隊法の、防衛秘密とか国家公務員法なんかともまた違うのでしょうかというようなことです。3つ目は村井先生がお話の中で戦前もそうだし戦後になっても影響の大きさを考えていくとおっしゃっていた、このことはどういうことを お示しになっているのかの、例えば横浜事件のようなことのとおっしゃっているのかということ、この3つです。今の質問関連する何か質問ありますか。よろしいですか。よろしいですか。はい、関連のはい、ちょっと関連するじゃないですか、ここに出ている呼びかけに対する賛同者という形で出てますが、大丈夫ですか。それがですね、
どのくらいの範囲かによって変わってくるんでしょうけど、まあ一般的な学者といいますか、これ専門家の中の何割ぐらいに当たるんでしょう。結構これ重要なのかなと思いまして、ということをちょっと関連で一番目の質問に関わります。結論的に申しますとですね、これまでにも憲法研究者はですね、さまざまな機会に反対声明を出してきました。有事法制の段階とか、それから、確か80年代の国家秘密法の段階においても憲法研究者は反対声明を出してきたのではなかろうかと、で、いうふうに思います。そして、人数的にはですね、このくらいの人数の人たちの反対声明が得られたと思います。でただ最近憲法研究者の間でもむしろその研究者はそういった反対声明を出すよりもむしろその研究に専念すべきだという意見がですね、若い人たちを中心として若干出てきたという傾向があるものですから、ここ数年の間はですねちょっと憲法研究者によるこういった反対声明っていうのはちょっと姿が見えにくくなっているではなかろうかと思いますけれども、伝統的にはですね、全国憲法研究会という護憲をいわば基本その研究会の理念とする団体、研究団体を中心としてですね反対声明がなされてきたということかと思います。で、その全国憲法研究会にはちょっと私もうリタイアしてますから分かりませんけれども、400人以上の憲法研究者がいるわけですけれども、その中ではですね、今回の憲法研究者の142名っていうのは数から言えば、まだ少ないというふうに言ってよろしいかと思うんですけれども、これは世話人とそれから若干の有志の方々を中心としてですね、まさにその手分けした手作業でですね署名集めをしたという状況で、しかも期間的にもこれ始めたのが9月の下旬ですか。10月から実際に呼びかけたのは10月になってからですね。それからですので、極めてその短期間の間で、始めているものですから、それはその意味においては形状に比べるとちょっと憲法研究者の取り組みが遅かったと言われればそれはご批判は感じせざるを得ないんですけれども、こういう形で声明が出されるということがもう広く伝えられましたならばですね、これからさらにこの倍以上のですね、署名を賛同者をぜひ募りたいというふうに考えております。何か恐らくあれなんですよね、国家秘密法の時は独自ではなくて法学研究者という名前で、確か私も事務局で関わってですね、1000名近い人たちが私の記憶ちょっと色覚えなんですけど、集まってどう中曽根さん当時だったんですけど、首相官邸まで署名で僕は行って手渡してですね、秘書官に話をした覚えます。それはもう田島さんの話を伝えたいですね。ちょっと私たちも申し上げますね。はい、それ、刑事法や、あるいは、財界法定主義のことも申し上げます。簡潔に先ほど その従来の取り組みの問題で、今回刑事法と憲法という形で2つの声明が出たのは、先ほど言ったように刑事法の方の声明をまとめる活動の方が先先行してたというか、という形なので、
法学者一般に呼びかけるということはしなかったんですね。ですから、まあ、ですからこの数ということにも言えるし、今までは法学者一般ということで憲法刑事法関係なしに反対声明を出してきたというのがあります。でそれが一体その研究者のどれぐらいかっていうふうに言われると、まあ、ほんの一部、全部に問いかけたわけではないし、もちろん先ほど言われたように研究者の中にはこういうその声明等に対して賛同の意見を出すのが本来の役割ではないというように固く信じている、あるいはそれを防衛にしているという人たちも多くいますから、そういうのが苦手な人たちもいるんですね。ですからその人たちは声なき声であり得る。だから何割とか何パーセントだとか少ないじゃないかという問題ではないというふうに思います。それから在京法廷審議の問題ですが、簡潔に言えるということなので、まあ、声明の中でも書いてありますけども、基本的に曖昧でかつ広範な処罰っていうのは憲法31条違反というのが、まあ、これは基本的な、まあ、認められている。で今回先ほども言いましたように、処罰の対象となる、まあ、特定秘密の指定を含めて、特定秘密が行政庁の 長が決めるという、これも先ほど倉さんからも出てきたが、委任立法はいけないわけですよ、ね、委任しちゃいけないんで、明確に法律に書かなきゃならない、そこが明確であるということ、内容的にも極めて、明確な用語が使われている。先ほど言った特定有害活動というのの定義らしきものがあるのは適正評価のところなんですね。適正評価のところでそんな定義があるのはおかしいわけですね。あとは別表で特定しているというのがどう見ても特定しているとは思えない。だからこれは広範でかつ曖昧な規定に基づくところの処罰であるというのが憲法3条。それから、まあ懲役10年というのは一般的に銃殺と比べたら低いんですけども、国家公務員法や自衛隊法の規定に比べると極めて高くなる。過度に大きな処罰ですね、刑罰が重いっていうのは、これも憲法31条適正手続きに違反するというのが、まあ、基本的なところ。で共謀罪等については、まあ、従来から共謀罪立法について、まあ、刑事法研究者は反対してきたわけですけども、共謀というのは刑法の基本原則に反するわけです。共謀だけで処罰するという、何らかの犯罪行為があって処罰するというのが刑法の基本原則なんですね。それに反して共謀だけで処罰するというのは絶対に認められないという、これも憲法の刑法の基本原則を保障する憲法に違反するというところです。まあ、以上でしたかね。ちょっと呼びかけ人、それから賛同人の方々のことについてちょっと補足いたしたいと思いますけれども、それはどういうことかと申しますと、これ呼びかけ人をご覧いただければ分かりますように、奥平康弘先生とか杉原康夫先生とか、まあ、憲法学会 の、 まあ、トップの座にいられる方々がこの呼びかけ人の中に入ってますし、それから、まあ、呼びかけ人の中には名前は入ってませんけれども、賛同人の中にはですね、まあ、言ってみればその最長老とでも言うべき憲法学会の最長老とでも言う小林直樹先生とか、まあ、それから、まあ、年代的には少し下がりますけれども、北大の深瀬忠一先生とか、まあ、現在の日本の、まあ、憲法学会の、まあ、頂点に立っておられる樋口洋一先生とか、まあ、そういった憲法学会の主流をなす方々がですね、呼びかけ人賛同人の中に名前を連ねているんだと、まあ、数ではなくて質がまさにそういう形でもってここで示されてるんだというふうにですね、ぜひ書いていただきたいというふうに思います。今って
からかどうか。刑事法研究者の声明、現在、賛同者129人ということですが、これは当初始めた時の予想からすると、むしろこの段階では、この時期には多かったというふうに認識しております。で研究者というのは、基本的に一匹狼的なところがあってですね、これだけ長大な声明で、で一致するというのは至難の技なんですね。この部分は俺の考えと違うというとですね、そこに非常にこだわる、それがまあ仕事なんですね。それが仕事なんですね。で非常に短いものであれば一致も取りやすいんですけども、やはり学術的な批判であるためには長大な、ものをまとめる必要があるだろうという認識がございました。そうであればむしろ賛同者は得にくいのではないか、いやしかし、というところで結果的にこのような声明になったんですが、それにもかかわらず、129人の賛同が得られたというのはさっき村井先生がごく一部とおっしゃいましたが、決してそうではなくてですねむしろ私はですね驚くべき多さだというふうに考えております。実際ですね研究者として実際に研究を名実ともに仕事としている経常研究者のかなりの有力な人たちが賛同してくれているというふうに認識しています。以上です。はい、じゃあ、次のどうぞ。法案の、監視社会を拒否するから事務局の川上と言います。法案のテロリズムの規定のところで質問です。法案ではテロリズムについて政治上その他の主義主張に基づき、間にいろいろあって活動を言うというふうに規定がありますけども、私が読むとこれは思想信条の自由に踏みじるものである、出版報道の自由を踏みじるものである、集会結社の自由を踏みじるものである、文字通り憲法違反の文書が書いてあるというふうに思うんですけども、こんなこと今までありましたか。テロ正面から規定をするという法律はない、そんなないですよね。関連のところで書くということだと思うんですけども、その意味ではテロとはこうだということをですね、国家の重要な情報との関わりでね、初めて示す、そういう国家が意思として示すという、でしかもそこで書かれている中身というのは、まさに、人々の思想信条の自由に深く関わるような、そういう、これ定義と言っていいかどうか分かりませんけれども、そういうものであり。今質問されたようにですね、まさにそういう恐れ危険が極めて強い、そういう、文言かなという気がするんです。でちなみにあれなんですよね、特定有害活動っていうのは実は非常に狭くこう列記されてるんですけれども、趣旨はねスパイ、いわゆる念頭にというか人々に、言わせるため の, 文言としては、スパイ活動の防止についての規定だと、秘密だという、そういうことで説明をしようとしてるんだと思うんですけれども、範囲は極めてそれに限定、もちろん限定されない、あるいは逆に言うとそのスパイ活動の防止っていうのはじゃあかつて誰が提起したのかというと、国家秘密法、その前はスパイ防止法と言われたわけですよね。まさにそれが別な的を取って文言の中に、別居の中に、示されている、そういうふうに理解していいのかなというふうに思っております。じゃあ次。すいません、初歩的な質問ですいません。ずっとこうつらつら見てれば、やはり憲法の基本原理を否定し、
で98条の1項ですとか、あるいは前文に抵触する、まあ、法律だと思うんですね。特に国会に関しては憲法の41条の最高機関ということが行政機関の下になっているということは、これは完全な憲法、素人的には憲法違反だと思うんですが、そこをもう少し突くっていうようなこととかできるんでしょうか。若いお二人いや、本当に私あれなんだけど、青井さんに本日喋ってほしかったんですけども、それはまあ当然つけると思いますけど、いろんな観点からね、この法案の憲法上の問題点はあると思いますので、くずのさんから先ほどそう言われてしまったから、なんかやっぱり憲法研究者は声明はちょっとダメだったのかなと思いつつ、まあ、何でもいっぱい書いた方が良かったの方はあるんですけども、憲法研究者の声明ではそこまでは、その98条とか41条は触れてませんけども、で先ほどの41条に関してはもう山田先生がおっしゃってるんで、だからこの声明に尽きずに、当然そこは入ってくると思います。逃げてばかりでもいけないので、私この日本版 NSC 法との関係でですね、やはりその国会と内閣の在り方、あるいはその内閣の中でも今度4大臣ということが定期的に会合する、基本的にそこに情報が集められるということで、その統治の在り方、統治機構在り方全体に関わる変化が現在まさに起ころうとしていること、これを憲法の観点、あるいはその統治の安定性という観点からよくよく吟味していく必要が絶対にあるということを付け加えさせていただきたいと思います。ちょっと補足的に話をさせてきますと、この法案の10条の1項の1号の1っていうところに、まさにその国会への特定秘密の提供についての規定があるわけですけれどもですね、ここにつまりものすごい限定が付されているわけですよね。一つはその国会議員の中でも特定秘密を利用しる者の範囲っていうものを限定するということが一つと、でその上で我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがないと認めたときに初めて、国会に情報を提供するということは、逆に言うと範囲が限定されず、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあるというふうに一行政機関の長が判断したならば、その情報は国会には出されないということですよね。で、一体そんなことが憲法41条との関係で許されるのかという問題であるわけでございます。でもちろん現在も議員証言法がありまして、議員証言法上一定の秘密については、国会に提出され得ないということがあるわけですけれども、その場合にはですね、現在の議員証言法上は議会が出せといったときには、内閣声明によって初めて国の安全に重要な支障を及ぼすという内閣声明があって初めて、それを出さないということはあり得るというのが現在の議員証言法上の規定であるんですね。でその議員証言法の規定をこれはすっ飛ばしてしまっているということです。一行政機関の長の判断がいわばによって出す出さないの情報っていうものを決めることができる。で議員のそのようないわば提出要求っていうものもこれ無視することができるということになってますし、その上それは秘密会っていうことで初めて出せる。で差し当たった秘密会で出されたとしてもですね、それを秘密にするかあるいはオープンにするかっていうのは本来国会が決めるべきものだよ。国会がそこでもって初めて特定秘密として妥当か否かのチェックをするっていうのは国権の最高機関である国会が初めて成し得ることだというふうに私は思いますけれども、その意味でのチェック機能がこの法案では全くない。ですから一行政機関の長っていうにむしろこれは官僚だと思うんですけれどもの判断が国会議員より上であるということですから、これをそのまま飲むようでは国会議員は自分たちの首を絞める自殺行為である。で国会議員が自殺行為だけだったらいいんですけれども、憲法そのままこれによって死んでしまう
41条が死んでしまうというあの重大な問題点があるんだろうと思います。今の点は実はあのアクセスができて情報をですね、国会議員が提供されてもですね、他のに漏らしたらですね、これは5年ですけどもね、半分あの遅刻をした人というカテゴリー、同僚議員にも漏らしていけないわけですよね。あるいはそのいろいろ専門家なりあの情報を、ね、どうするかというので議論をしているような専門家に、出せない。要するにあの万が一多少あの情報が提供されてもですね、あの自分だけで知ってるだけよという話でですね、でそれに対してしつこく、つきまとってですね、出してよって言ってですねやるとですね、競合競争扇動、あるいはあの、取得をして情報を持ってる人もこれ管理をする主体になるわけですから、その管理を侵害するようなやり方で、他社が、情報を取得するとこれはあの取得罪になるわけで、だからその意味では本当にあの万が一、おこぼれを扱ってもですね、何もできない国会議員としての、質問やあの活動をですね、行うことができる条件でないことで、やらざるを得ないということだから、本当にあの党派を超えてですね、与党の議員だってそういうことなんだよっていうことをやっぱりちゃんと説明をしてですね、これでいいんですかっていうことをちゃんとやったら、与党の議員のかなりの部分の人たちはこれはまずいなっていうふうになるんじゃないかなっていう気がするんですよね。それだけ本当に大変な立法措置、ないがしろにするような措置かなという気がしています。他に、はい。何が秘密、それは秘密法に反対するネットワークという、最近できた、ネットワークのグループに参加しています、杉原と言います。あの質問というより提案になっちゃうんですけども、まあ、今日こうやって記者会見されて、で先日発表された時には確か東京新聞が大きく載ってましたけれども、他のメディアはちょっといまいちというか、それほど載ってなかった印象があったんですね。で今日見てもあのいわゆるマスメディアのカメラがまあなんか入ってないような雰囲気もありますし、まあ、記者さん来られてますが、どれくらい書かれるかということはまあ注目したいんですけども、あの先ほどあの国家秘密法に反対されたときに、官邸にその要請書を手渡されて、秘書官に話をされたということもあったんですが、やっぱり今日はまず第一ステップということで、ぜひですね、まあ僕が偉そうに言う資格もないんですが、研究者の皆さんにもう一歩こう踏み込ん で、内容的にはもうほぼ出尽くしてて、ほぼ論外の法案だということはもうはっきりしてると思うんですが、問題はその与党が今進めようとする本当にスピードの速い審議に間に合うのかっていう、その世論の高まりやマスコミの高まり、市民の高まりが、そこのすごい瀬戸際の勝負になっていると思うので、できればまあその官邸に申し入れをされるとか、あるいはその特に公明党の存在大きいですから、公明党の山口代表にですね申し入れをされるとかですね、あるいはまあ30分ぐらいでもいいですけども、議員会館の前で憲法刑事法研究者の座り込みというようなことを、まあ30分程度でもですねやっていただければ、市民は喜んで応援に駆けつけるという絵ができると僕は確信してますし、僕も当然行きますけども、ちょっとまあ30分ぐらいでいいですからね、そこはもう一踏ん張り頑張っていただいて、もう体を張ってると憲法刑事法研究者はっていう、その気迫をですねぜひ、いや笑うんじゃなくてぜひもう一歩踏み込んでいただきたいなと。っていうのは、僕市民は何もやらないわけじゃなくてね、市民はもちろんその11月21日の日比谷野音の暴動とか含めて今日も夕方相談しますけれども、ぜひ一緒にそこはあの今までにないようなところまで頑張らないとちょっと間に合わないかなっていう危機感が非常に強いので、ちょっと提案というか検討していただけるとありがたいなということです。以上です。はい、あの一存で、はい、分かりましたというわけにいかないので、あの まあ、それぞれのね、やっぱりあの形、やり方ということがもちろんあり得るので、まあ、できることはおそらくあの皆さんの共通の思いで、やることはやろうということだと思いますけれども、
ね。あでもまあ叱咤激励だと思いますので、あのその思いもですね、背に受けて、あの我々がどうするか、いうそういうことかなというふうに受け止めてます。はい。あの先ほどあの、発言した人と同じ、新しく作られた運動隊に属しています。であの僕らもちろんあの、今まで秘密保全法に反対しているとにかく人たちが全部集まって、まあ、大きい反対の声を上げようということで11月21日に日比谷を借りて、大きい大集会と請願等もやりましょうということで、動いています。でただあのさっき彼が言ったようにあの特別委員会での審議が始まるわけですよね。でもう21日もうとにかくみんな集まって大きい集会やって反対の声を上げましょうということだけではダメ でその間あの特別委員会での審議の過程でどういうあの運動が僕らできるんだろうかということが今問われているなというふうにちょっと思っているわけです。であの一つはあのもちろんもう外に出なければいけないと、もっと外へ出ようと、あの街頭で宣伝しようという思いはすごくあるんですけれども、まあ、昨日、まあ、それで最初に始めたわけですけれども、あとやっぱりその国会議員に対して、あの各団体が、研究者も市民団体も、その表現者も、それぞれがとにかく働きかけていくと、とにかくいろんな団体がみんな反対してるんだという。ことを議員にやっぱり突きつけていくということはすごく重要なことではないかというふうに思ってるんですよね。ですからもちろんそのもう研究者の方がその、議員会館前であの30分でもなんか され込みをね、やっていただければそれはものすごく大きなその影響力を持つということはもう疑いないと思うんですよね。でまあそういうことについてはとにかく研究者の方で、まあ、市民団体って僕らとしてあの全力を挙げて頑張るつもりですけれども、あの研究者としてやっぱり国会の議員に対してどう働きかけるかということをちょっと考えていただきたいと。で、僕らが行くよりも研究者がいや憲法刑事訴訟法の立場から見てこれはこうなんですよということの方は全然説得力があるわけで、まあ、あの市民団体の主張として何が危険なのかということを訴えてきますけれども、その点ちょっと、まあ、ぜひやっていただきたいというふうにあの考えています。そういうことで、僕は共和で反対運動やってきて共和であわや成立というところまで行ったんですけれども、でなんとかとりあえず阻止したわけですよね。で直感として感じていることは秘密保護反対運動はあのちょっと、まあ、最初はすごく劣勢ですけれども結構いいところまで行くかもしれないというのをちょっとこの間あの感じ始めてですね。でことによったら今国会でのあれを阻止できるかもしれない広がりが出始めたというふうに思っていまして、ぜひあの研究者の方とも、含めてちょっと頑張っていけんじゃないかなというふうに思っております。以上です。はい。じゃあ赤田の池田と言いますけれども、あのちょっと先ほどもありましたけれども、その今回その憲法の研究者の方と。刑事法の研究者の方が一緒に会見されるということで、まあ、今後例えばその80年代の時は法学者としてのまとまりがあったというふうにさっき言われてましたけれども、今回のような形で、取り込まれることが何か決まってたり考えられたりされていることがあればちょっと教えてほしいんですか。私が知る限りなんで、あの法学者全体に呼びかけてという形には、まあ、なってないんだろうなというふうに思います。ただ個別領域、例えば私ちょっと冒頭でも言ったんですけども、言論表現に関わる人たちの声明ですね、反対の声明というのは今あの賛同を募っているところなんで、あの個別の領域ではもう少しこういう形でこう、まあ、あのそれはあの研究者だけではないんで、ね、表現者そういう人たちも含めて全部束ねてあの一緒にっていうふうには聞いてないんですよね。まあ本来それはそう書くあるべしだと思うんですけど、残念ながら、まあ、現状ではあのそれぞれのところで
をやるという領域でやっているという、そういう形かなという気がしますけど。はい。まあ、先ほど の国会議員の働きかけに対する質問ですけども、私個人はストップ秘密保全法共同行動というところに入ってまして、でそこはジャーナリスト会議、自由放送団、日本民主法制協会、あとマスコミ文化情報論争会議など、まあ、9団体で構成してますけども、で10月15日に院内集会をやって、でその後に、衆参の主要な国会議員、内閣委員会中心ですね、あとは役職者 の議員事務所に、対象は120か、そのぐらいでしたっけ、110か120人ぐらい、13班に分かれて、で、要請活動はしました。で、ただ、10月15日は、国会が始まった日だったので、まあ、ほとんど議員はいなくて、秘書の方に要請文を渡すという形でしたけれども、でその時は私と研究者ではあちらの新倉さんが参加して、まあ、あとは弁護士とかジャーナリストたちですけども、で一応、まあ、そういう取り組み自体はやってはいることはやっていますの で研究者独自っていうのはちょっとまだそれはこれからの課題だと思いますけど。個人的なレベルなんですけども、まあ、民主党とかですね、私の個人の感じで言うと民主党とか、これからの維新の会の、部会議があって話をしてくるというふうに言われてまして、もちろんそれは、喜んでとは言いませんけれども、言ってですね、やっぱり修正とかなんとかじゃとても対応すべきものではないと。やっぱり反対っていう方向で頑張るべきだということを、まあ、民主党の勉強会でも言ったんですけども、維新の会でも言うつもりでいます。粉砕されないようにですね、ちょっと理論武装しつつですね、まあ、特に国会議員のところは、ね、やっぱり重視した方がいいかなという気がしてますけど、こういうことですよっていうことを、それでいいのかどうかですね、維新にせよ民主党に、まあ、民主党の時はその話もかなりしたんですけれども、今まで従来の経緯があるので、いやなかなか難しいですよねみたいな話でね、残念ながらね、ですけども、なんとか取りやれるところはやる。それからまあ今日の声明はね、いい提案だと思うんですね。いろんな党にこう直接渡すかどうかともかく送ってですね、再考を求めると、国会あるいは国会議員についてですね、それはやっぱり我々がやるべきことかなという気がしています。今日の特別委員会のメンバーには刑事法の研究者の声明を送ってあります、関係議員にも送るという形でやっております。大体時間、あ、じゃあはい、じゃあ最後に赤旗の松田と言いますけども、あと戦いを広げる意味でも地方公共団体がですね、この秘密方法でどれだけこの縛られるかというか、まあ、どうも国家公務員 のだけを処罰みたいなイメージが、新聞記事を読んでみると、まあ、地方新聞が頑張ってるんですけども、まだ地方議会の意見書っていうのが少なくて、その辺をどう考えていらっしゃるのかっていう、まあ、法案自体に核兵器とか化学兵器とか無人航空機、いわゆる無人戦闘機とか、そこだけすごく具体的に書かれているんですけど、それについてもどう考えておられるかと、2点ちょっとお願いします。地方議会については警察官が業務を取り扱う、主体の一つですから、国家公務員というのは基本的には地方公務員ですからね。秘密の指定は国家、警察庁長官がおそらく、秘密を決めて、それでそれを提供するという形になると思うんですけども、地方公務員ですよね。でそれがかなり重要な膨大な情報を取り扱うという、そういう構造だと思います。それであと何でしたね、公安に核兵器とか化学兵器とか、はい、無人航空機、無人戦闘機とか、そこだけ特定
有害活動がものすごく具体的に書かれているんですけど、我々はやっぱりどう憲法学者の方とか刑事論の学者の方がどうこの条文がどう読み取っておられるか、大内さん、倒してくれて具体的なすいません、ちょっと想定していなかったご質問なんですけど、どう受け止めているのかと、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、あと要はすごくこの法案自体すごく異色であると、でもともとそのジーソミアを実行するというような目的が一方であるから、それを実行化するとどうしてもいろいろな方面で国内法的には憲法ももちろんですけれども刑法にも当然触れていく、すごく国内法秩序において異色を放つものですよね。でそこのこの武器の関係 の, 無人航空機等々のお話もありますけれども、やたらと細かいものが出ているというところに性質が露呈するのかなという気がいたしておりまして、防衛産業との結びつきがすごく日米の間で実際に深まると、それからパソコン、インターネットを通じまして、そういうシステムのオペレーションの段階で共同体共同化が進んでいくという中で、一番この漏れたくない情報がまさに今おっしゃったような関係の防衛関係 の, 防衛産業関係の情報であると。でこれを無理やりこう国内法化するか国内法化をするということが生み出すさまざまな矛盾ということを、私たちは過去からのこの歴史とともにですね、あまりこうアメリカの圧力でとかそういう言い方では当然主張していないわけですけれども、そういう側面が強いならば、やはり私たち市民が声を上げることでしかおそらくは止められないということを強調していくおかないな、そこがそのおっしゃったようなところが恥じなくもこう性質を表しているのかなと思います。どうしても聞きたいという東京新聞の記者ねすいません、短く、東京新聞金杉です。今日 の, 趣旨と全く違ってしまうんですけども、今日本日小池百合子防衛元防衛大臣、元総務会自民党総務会長が、発言でですね、首相の動静っていうのは新聞欄にいつも新聞に載るんですけど、首相の動静は国民の知る権利の範囲を超えているという発言をしたそうなんですけども、これについてちょっと ご感想をお伺いしたいんですけど。いや、もうみんな同じ意見だと思う。それは当然知ってしかるべき情報でしょう。やっぱり極めて大事な情報の一つでしょう。山口先生だって首相って公的な人物、公人の最たるんでしょ、公人の最たる人の活動について国民が知り得ないっていうのはこれどういうことですか。まあ確かに、まあフィットネスクラブじゃなくてスポーツクラブにいつ行ったとかね、散髪をいつしたとかね、まあ、そこまでは、まあ、僕は必ずしも知りたいとは思わないんですけれども、しかし首相の動静っていう格好で新聞に大体書かれておりますのは、だってもう誰と会うか、どこに行ったかとか、だってそれはもう本当に公的な活動の最たるものであって、その公的な活動の最たるものについてひょっとしたらそれも特定秘密になるんですかね。それはもしそれまでも特定秘密になるとするなら、これはとんでもない話で、本当に国民の知る権利がの中で一番知りたいことの一つですよね。で一番知りたいことの一つがそういう形で秘密にされるということに、いわばこの今まさにこういう特定秘密法案が出された時にそういう議論が出てきてるっていうことは、この法案 の, 本質をある意味では象徴してるんじゃないでしょうかね。そ の, 小池さんの一言だけでもこれやっぱり反対しなきゃいけないということなんじゃないでしょうか。
今のちょっとだけ関わりで言うと、実は外国とね情報共有するっていうことを盛んに、まあこれジソミアの一方の要請でもあるんですけども、そこのその外国との情報共有の中にですね、何が入っているかというと、外国の情報機関が提供した情報で、じゃあ外国の情報機関とは何かといったら、アメリカの NSA ですよ。まさに典型的な情報機関。じゃあそういう典型的な情報機関は何やってるで、自国民あるいは外国の指導者、登場してね、そんなことをやってるところと情報共有して、一体これが本当に共有しなければいけない、ければいけない情報なのかどうかですね。むしろ逆に そんなことはおかしいという、そういう暴露をして、チェックをして監視しなくちゃいけない対象です、ちょっと一言だけつけようと思います。時間の方も、予定の1時半より長くはならないと思っていたんですが、当初の程度の時間になりました。よろしいでしょうか。まあ研究者は研究者としてやっぱりやられるべきことをですね、声明を踏まえてこれからも、やっていきたいと思いますので、どうもありがとうございました。